1927年頃の仙台市及び近郊地図。馬蕉の辻は地図中の18番。馬蕉の辻は江戸時代に仙台城の城下町の中心であった十字路である。城の大手門から伸びる大町通と欧州街道とが交差する辻で町割りの起点だった。現在の仙台市青葉区一番町及び大町の境界付近にあたり、 宮城県の道路原表がここに設置されている。仙台城の城下町は、大手門からの大手筋とこれに直行する、欧州街道を基準に町割りがなされた。この十字路が馬昇の辻であり、この沿道の大町、国分町の領町は、城下の中心地、いわゆる目抜き通りだった。江戸時代後期の資料、千府年中往来によれば、馬昇の辻を中心に、 年の位置が立ち、大いに賑わったという。布を織る場所の辻ぞ賑やかは、四人の往来も縦抜きにして、千竜亭あや辻には、聖殺が掲げられたため、当時は、殺の辻が正式名称であった。仙台藩の知事、仙台かの子には、キリシタンやステマに関する聖殺がここに掲げられていた、ことが記されている。また、この場所は、 重大人のノコギリ引きあり津ざらしの形状としても利用された。場所の辻に面する四隅には城郭風の功労を備えた特徴的な家屋があった。この建物が資料に現れるのは江戸時代後期であり、その成立は18世紀末から19世紀初頭にかけてであろうと考えられている。四隅の城郭風建築には仙台藩の関与があったと見られている。 テラニッシュ幻影の道の国記に、芭蕉の辻の老格風建築物を自力で建設できない場合には、仙台藩からの援助があったと記されている。藩の資料には、1827年3月に火災からの再建のために芭蕉の辻住人へ材木を与えたという記録がある。また、藩の御用大工の資料として、この時のものと思われる。 馬章の辻の設計図が見つかっている。馬章の辻の四隅の特徴的な建築は、明治時代になっても続いていた。明治時代の初めの時点で、北東角に砂糖と茶を扱う赤松や、南東角に履物と傘を扱う足立や、南西角に五福章の伊勢や、北西角に金物章の奥田屋が入っていた。しかし、 北西閣の建物以外は1890年から1902年にかけて火事によって焼け落ち、最後に残っていた北西閣の建物は第二次世界大戦の戦災で1945年に失われた。昭和初期の場所の辻。写真中央左に老閣風の建物が残る。 写真右の洋風の建物は1903年から1929年まで77銀行本店として使用された。写真家には仙台市電の車両が見える。近代以降、馬蕉の辻周辺には銀行が立地し、金融街となった。77銀行の本店は1903年から1929年まで馬蕉の辻の北東角に。 1929年から1958年まで南西角にあった。日本銀行の仙台支店は1941年に北東角に開設された。この間、1928年に仙台支店の場所の辻線が開通したが、戦中にレールが撤去されて廃止された。2010年の場所の辻、左の白い建物が、 日本銀行仙台支店現在の馬章の辻は、金融街としての性格を残してはいるものの、商業的な中心からは、外れている。以下の諸説がある。伊達政宗の官長として働き、恩賞として、辻の四隅の建物を授かった馬章という名の虚無像が、住んでいた。馬章の木が植えてあった。一の虚無像説が有力である。 馬章の季節については、伊原西閣の一目玉ぼこでも記述がある。なお、松尾馬章とは関係がない。北西閣の同票1935年に、伊達政宗の没後300年を記念した、半祖伊達政宗公300年祭が行われ、政宗が整備した、城下町の起点とも言うべき、この地に、馬章の辻の石踏みが建てられた。 前の内閣総理大臣で300年歳の名誉総裁であった斉藤実が希望したものであったが1945年の仙台空襲の後行方不明となった。その後、北西閣の名人安田生命仙台ビルの前に1970年春光の場所の辻の石踏みと江戸69時、日本橋まで93里と刻まれた銅俵が新設されている。 ありがとうございます。